おはようございます。12月24日の7時17分の相場解説になります。まあ世の中にはこういうふうにね、FX のコンサルとか塾っていうのが、まあたくさんあるんですけども、どこに入ってもまずやらされるのがですね、まあ数をやりましょうってことなんですよ。これが何を意味するかっていうと、スクールで効率的に効果的に学ぶ方法はないっていうことを気づいている方いるでしょうか。要するにね、どこの塾に入っても、たくさんやりましょうって言われるんだったら、別に入らずにたくさんやっても同じだってことなんですよ。そうなんですよね。やっぱりね、教科書よりも自分がやり込んできたことが最も頼りになる先生になるんですよね。もうこれもね、私も実感するところなんですけども、3年間毎日やってると、それはね、勝てるようになりますよ。逆に言うと、スクールに入っても、まあ2年、3年程度、毎日毎日相場見れないんだったら勝てるようにはならないことだと思うんですけどね。さあそれではデイリーの方を見てみましょう。これはチャートバー1本が1日ですから、デイリーで決済しようと思うと、やっぱりね、まあ、5、6日とか10日とか20日間でエントリーした分を決済するみたいな感じになりますんで、結構気の長い勝負になってきますよね。でも資金量もそこそこないとデイリーってのはやってもしょうがないのかなと思います。で、デイリーの見方なんですけども、こう下がってきてね、ここで転換があって、こういうふうに上がってくるってところは、前もお話ししましたけども、その後、入社格がこうあって、フラッグめいたものがこういうふうにね、できたんですよ、っていうふうなことをお話ししましたね。ですんで、これがもしフラッグだとしたら、ここ当たって下がっていってるのも、まあそうだなってことですよね。で、要はこれがね、どこまで下がっていくかってことなんですけど、ここから上がると思ったら、ここで買いに入ればいいですし、まだまだ引きつけて引きつけて、十分下がったところで取ろうかなと思ったら、この辺で買いエントリーを入るってこともあります。デイリーの戦略はこんな感じになります。で、今度は4時間足ですけども、4時間足はチャートバー1本が4時間なんで、決済するのが、だから8時間後とかね、12時間後みたいなことにはなりません。もうちょっと長いんですよ。まあ、2、3日で決済するみたいな感じですよね。1日で6本しか動かないんで、少なくとも、2日間とか3日間で、勝敗を決するみたいなね、ロスカット、テイクプロフィットになると思います。で、4時間の方は前もお話ししましたけども、ちっちゃい三角形がこういうふうにあってね、大きい三角形がこうあって、で、ちっちゃい三角形が2つできましたよね。その後で、ね、大きな三角形ができるかなと思ったらできずに、ゆらゆらと揺れてるということで、ここでレンジを引くという戦略になります。これが4時間ですよね。レンジを引くってことは、ずいぶん下まで行ったら買いに入れるんだけども、まだ今どっちとも言えないところですね。真ん中ぐらいなんで。4時間でエントリーするのはなかなか難しいかなと思います。それでは私の主戦場の1時間。1時間っていうのはすごくいいんですよ。およそ1日の間で、エントリーと決済ができますからね。例えば朝午前中7時とか8時にエントリーしたら、本日の夕方10時間後ぐらいに決済するとちょうどいい感じなんで、このチャートバー1本が1時間ですけども、これがね、まあ7、8本から10本か11本伸びるときに、今のエントリーポイントよりも上か下かっていうね、ハイアンドローみたいな感じになってくるんですよね。まあだからすごく分かりやすい、エントリーしやすい、反省もしやすいってことなんですよ。さあ昨日はですね、私はここに斜めのラインを引いて、ここに沿って上昇するんではないかなと思って、こういうふうに見ていたわけなんですよね、ここ。で、ここで買いのエントリーを、まあ、日中だったら入ってましたけども、深夜だったんで、予測だけして入らなかったわけですけども、入っていたら、まあ、ロスカットだったかなと思います。まあ、こういうふうにね、自分の予測のどこが違ったのかってことを、やっぱ検証するのも1時間ってのは向いてるわけなんですよ。じゃあですね、これからどうなるのかってことをちょっと見てみましょう。こういうふうに、下の方に下がってきているところかなというところが1個ね、予測ができます。あと2つは、ヒゲをかなり出してますんで、この、下降っていうのは止まるんではないかなっていうふうに考えることもできるんですよ。ただ、上ヒゲも同じように出てますんで、これはですね、買いの勢力と売りの勢力が拮抗してきて、もうブレイクの寸前だというふうに私は考えますね。それで、ここ見てください。コマみたいなのが出てますよね。ちょっと前になりますけど、コマみたいなのが出ると、ドカンと反発して、入ってきた方向に戻るっていう性質があるんですよね。まさにそうなってますよね。ここにもコマが出てますよね、コマ。これ。わかります?コマっていう概念知らなかったら、これはできないですよ。で、大きく下がった分がコマで、大きく反発していると。だからこのコマをね、見逃さないようにしなければなりません。そうすると、これ。これ見てください。これまだ確定してないんですけども、まだ作ってる最中で、形成中ですから。これがコマだとしたら、
大きく逆方向に反発するんですけども、ただ残念ながら大きくね、上からも下からも来てないんで、まあ、これは単なるね、収束なんですよ、コマなんですよ、横に向かうやつですよね。これはブレイクしないよってことで、このコマもね、見分けなければなりません。コマっていうのは何かっていうと、チャートバーがこういう風に出てるやつです。赤でも青でも一緒です。こういう風にチュンみたいな感じでね、出てるやつですね、でまあここが塗りつぶしになってるってことかな。これコマですからね、よく出てきますからね、コマ、コマって書いておこうか。こういうのがね、このチャートバーを見たときに、あ、コマがこことこことここにあるなっていうふうに見分けるのと、これはコマじゃなくて単なる収束だなっていうふうに、同じ画像なのに違うってことが分かんないといけないんですよ。ね。わかりますかね。だからこういうのをずっとやってると見分けることができるってことなんですよ。ですから、きちんと毎日やってる人っていうのは、同じチャートの風景を見ても違った思考ができるってことなんですよね。これが勝敗を分かれます。で、負けた人っていうのは当然、勝った人にお金を渡してるような状態ですから、このね、私の相場解説見ていただいてありがたいんですけども、私はだから、これ見てる人からお金をいただいてるような感じなんですよね。だから、FX の教材とか売る必要はないんですよ。もう無料の動画でも見ていただければ、私は勝てる手法をずっとやってるのに、勝てる手法を吸い取れない方がずっとね、まあお金をこの相場に出しているって感じになります。すごく悔しいでしょ。だから、そこでね、なんか高額の教材とかをね、まあ、むやみやたらに買うのをどうかなと思うんですよ。もちろんね、信用できる教材とか、教わりやすい人っているんですよ。そういう方からは、本当惜しげもなく、受け取った方がいいと思いますけどね。この年末年始、いろんなね、塾の教材とかね、FX 勉強しましょうとかね、投資方法ですよっていうのはすごくあります。まあ、ほとんどが3ヶ月ぐらいだったら、3月ぐらいになったら忘れられてるようなね、その販売者ですら当てにしてないようなものがどんどん出回りますんで、ご用心ください。大体こういうものにセールスの時期があるってのがおかしいわけなんですよ。なんで年末年始になったらね、いろんな塾がセールスされるんだって話ですよね。それは完全にお金が欲しいから、みんな、年末年始で、ちょっと気持ちに隙ができてるだろうから売ってやろうみたいなね、そんな販売者の意思が感じられるんですけども、いかがでしょうか。まあいい教材もありますんでね、まずは見分ける目を持つことかなと思います。それでは失礼します。